すいません、おはようございます。おはようございます。さあ2018年ウォーターランページ、はい、来ましたよ、おじさん、はい、今年のウォーターランページちょっとラインナップ教えてもらえます？はい、去年も海水浴場で乗ってる方いっぱいいましたけど、はい、ありがとうございます。もう大爆発じゃないですか。はい、ありがとうございます、ね、やっぱりちょっと特徴的ですもんね、デザインがそれぞれ。そうですね。で一応まあ、全体的なラインナップですと、このウォーターランページの中で一番売れてる、まあ、ブラックジョークっていう5ヒートなんですけども、これはもうまあ、極力まあ短くして回転性を出す、タイプのソフトモードですね。ブラックジョーク、はい、これが一番売れましたよ、はい、うちも。でこれと、うん、これ僕も買いましたけどすごい楽しいですね。で、これはドリフターっていうモデルで、これは、ブラックジョークの、5フィートよりも、4インチですねアップしたモデルになります。これはブラックジョークよりももう少し回転性というよりは直進性ですね、を、重視したモデルで、特にあと安定性ですね、デッキフラットデッキを採用してますんで。このデッキがすごいですよね、はい、なんかこう浮力がすごかったですよ。そうです、これね船のような浮力でしたよ。はい、ファンボードみたいでした。そうです、フラットデッキ採用してるのでパドルもまず安定しますし、ね、このレール幅が皆さんすごいんですよ、はい、あとはコントロール性ですね、これがすごく重視しているモデルですね。ですからちょっとパフォーマンス系ではブラックジョーク、そして安定感、はい、抵抗の速さだったらドリフター、はい、そんな感じですよ。そうですね、はい。次はですね、こちらはフィッシュですね、スペースフィッシュってモデルなんですけど、これは去年、リリースしたモデルなんですが、5-7で、今年はですね、6-2ですね、もう、増えております。これはもうラインナップが6-2も出たんですか？はい、そうですね、新しく6-2乗りやすいサイズ出ましたね、はい、大人に最高じゃないですか。そうです。まあ、元に関して言うと、テールのところにですね、4チャンネル入ってますんで、5-7以上のスピードですね、を味わえる、ソフトモードになってます。なるほど、これが短いのと長いのが出たんですね。はい、そうです。スペースフィッシュ、はい、これもよく売れてます。乗ってる方多いですよね、はい、あとはもう皆さんかなり見てもらってる、キャッシュっていうカリフォルニアニューポートビーチのアーモンドとコラボしたミッドレングスのソフトモードですね。キャッシュも持ってる方多いですよね、海で。はい、そうですね。これも、7と7-6 と、あとこれの、サイズ違いで8ですね、もあります。であとは今年新しく、この7の、タイプ、ニューシェイプで60年代の、ピグをですね、イメージした、ミッドレングスですね、もう新しく出ますので、これは一応4月の中旬に、リリースします。あ、新しいモデルが増えるんですか、はい、キャッシュで。そうですね、はい、それもアーモンドモデルで。はい、そうですね、アーモンドモデルで、はい、ピグ、はい、すごいな、楽しみですね、はい、でもキャッシュだとなんかアウトラインが全体的にちょっとこうクロート受けするというか、はい、回転性をかなり重視したモデルが多いですよね。そうですね、ピンテールにしてるんで回転性を重視しておりますね。ですよね、はい、なるほど。そして、はい、今この展示会で一番話題のモデルを教えてください。はい、ニューモデルですね、この G パンダという、モデルが新しいモデルなんですけども、これはまあ一見すると G パンダ、はい、6-8のソフトモードなんですけど、なんか乗りやすい感じの。そうです、ミニロングですよね、はい、ところがですね、元を見てもらうとですね、フィンボックスがですね、あれなんでノーズにフィンボックスが、はい、と思いきやテールにもフィンボックスが、はい、すごいですねこのボード、はい、これはですね、もともとピンクパンダっていうモデルがあったんですけども、はい、これの、アウトラインとかですね、ディメンションは基本的には変えてないです、変更はしてないんですけども、ここの、ロッカーですね、ここのロッカーを、若干キックをつけております。これは何でつけたかというとですね、このラウンドテール側をですね、ラウンドの方をですね、テールにした時にですね、ここの部分ですね、ここから ある程度若干のカーブをつけることによって、よりアクション性を重視して、まあ、ショートモードに乗った時ですね、まあ、クワッドで乗る時と、トライもしくはツインで乗った時に、よりアクションしやすいようにここからのロッカーをつけております。あ、なるほど、ノーズかと思いきやこれがテールになって、ここの部分のロッカーをちょっとチューンしてるんですね。はい、そうです。すごいな。そして、はい、それと、まあ、あとシングルフィンですね、
シングルフィンにしておりますので、こちらはもう波が、まあ、若干サイズアップした時とか、まあ、オールラウンドに、まあ、大きいターンですね、こういうターンを描きたい時にはこちらのシングルフィンを使って遊んでもらうという、まあ、コンセプトです、ね、なるほど。小波の時はノーズライダーとして使っていただいて、まあ、ファンウェーブでファンサーフ、そしてサイズがある時はドルフィンも対応できるこのノーズを前にしてテールをツインクワッドトライで使える、はいはい、すごいですねこのボール、これは見たことないですね。荒井さんやっちゃいましたね、はい、ありがとうございます。すごいな。これがGパンダ、はい、Gパンダです。これは新しいですね。皆さん、はい、今年はセカンドボードこれじゃないですか、Gパンダ。そうですね、これをもう車に積んでおけばもうどんなコンディションでも遊べますね。ですよね、はい、ツインチップ、はい、どっちもノーズ。そうです。もう一回ちょっと見せてください、はい、逆にして。だからもちろんリーシュも、はい、両方ノーズ側もテール側もついてますので、おしゃれだな。ぜひ今年はこれに乗りたいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一個ちょっと面白いボードがありますよね、はい、そうですね。今イベントで話題のスノーボードですね、こうインスパイアしたワードの、CV6 っていうものですね。これはどんなコンセプトなんですか。これはですね、もともとサマーシックっていうモデルがありましたね。このボードも人気でしたよ、はい、それはノーズをスカッシュにしてテールもスカッシュにしたんですけども、それはちょっとまあ動かしづらいっていう方が結構多かったので、それをリチューンしたモデルなんですね。でこのモデルのまあ特徴ですね、ボトムですね、ボトムのコンケーブですね、ここかなり特徴的に入れております。ダブルエッジ的なコンケーブになってるんですね、はい、そうですね。これによってどういう作用があるんですか。はい、まずこの前足を、置くところですね、ここにかなり深いコンキューブを入れてますので、ここにまあ足を置くことによってかなりボードが前に出てくる、そういう作用がまず出るのと、あとは、まあ、かなり大きい特徴はここの、両サイドのところですね、両サイドに、かなり大きいコンキューブここにですね入れておりまして、入ってますね、ここを入れることによって、レールコントロールしやすくてボードがこう傾きやすくなるので、コントロール性を重視している、それが特徴ですね。面白そうです。これフィンレスでも乗れそうですね、はい、そうですね、はい、フィンレスまで乗れるようにちょっと今流行の、はい、注意しております。へー、おしゃれなボードが2つ出てますね、はい、じゃあ荒井さんぜひそれを持って、あれを両側に持ってちょっと立ってみてください、はい、ここに行けない。今年はこの2本ですね。はい、そうですね。ぜひお願いします。ご予約させていただきます。はい、ありがとうございます。皆さん、ウォーターランページ、今年も注目のモデルいっぱいあります。ありがとうございます。ありがとうございます。